小滑玉火工爆発事故は、東京都府中町で起きた火薬工場の爆発事故。1953年2月14日、1956年12月29日、1958年7月30日と3回連続して発生し、火薬工場に対する規制を強めるきっかけとなった。1953年2月14日午前10時30分頃、 東京都北多摩郡府中町の区位にある五滑多摩加工府中工場の火薬配合室で作業中に爆発が発生、配合室がバラバラに吹き飛んだ。この爆発により3000坪の敷地内にあった他の火薬倉庫にも引火し大規模な爆発が発生。事務所、薬品倉庫、炊事場など火薬工場の敷地内にあった合計14棟のすべてが吹き飛び、 火災も発生した。半径1キロ以内にあるとええみのるが、丘住宅、関東医療少年院、民家などで窓ガラスが割れる、屋根や壁が崩れる、雨戸が落ちるなど被害は広範囲に及んだ。工場で作業していた24名のうち生存者は4名、一般市民1名が巻き添えで死亡し、犠牲者が21名に及んだ。特に火薬配合室などにいた、 従業員8名の遺体が損傷がひどく、爆心から半径100メートルの範囲にバラバラに飛び散る、山状であった。この工場で作っていたのは、大砲の射撃訓練に使う実弾の出ない直径2インチ、高さ1.5から2インチの筒型の弾、技法弾で、保安隊の注文だったという。当時、この技法弾を受注したばかりで、近所の主婦らを新規作業員として募集し、 生産を始めたところで、技法団や火薬の製造過程に不慣れなまま体制が作業に当たったのが事故の原因ではないかと疑われた。しかし、事故当時火薬配合室にいた全員が爆死したため、詳細はわかっていない。1956年12月29日午前11時20分、府中市かつおめやにある丸、玉屋枯渇園化製造工場の仕上げ工室。 第10作業場で爆発が起こり、さらに6棟あった鉄筋コンクリート建て火薬庫に誘爆。敷地内に立っていた木造17棟200坪が全焼し、従業員1人が死亡した。当時この工場には38人、内視40人の従業員が勤務していたものの、事故発生時にはその多くが引き上げており死亡した従業員が残務整理に当たっていただけだった。 1958年7月30日午後2時30分、1956年の事故が発生した花火工場の13号、花火仕上げ工場で爆発、木造平屋14坪が全焼して、従業員2人が即死、11人が重症を追い病院に搬送されたものの、結果として全員が死亡している。この日は8月1日開催予定の相模湖の花火大会用の五寸玉、 七寸玉の荷造り中で、すでにあと、片付けを終えていたものの連日の作業で疲労が、溜まっていたところ何かの不注意から、引火、爆発したものと推定される。当時、全国に火薬類を製造する工場は18カ所あり、この工場はその一つであった。これら18カ所の工場は、通称産業省の厳しい指導を受けている、はずであったが、 実際には前日のような状態だったことから、通商産業省は、火薬類取締り規則を改正し、火薬類に対する取締りを強める旨を発表した。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。枯渇玉加工、爆発事故に関するカテゴリー、枯渇玉加工爆発事故に関するカテゴリー、枯渇玉加工爆発事故に関するカテゴリ枯渇玉加工爆発事故に関するカテゴリありがとうございます。